こんにちは、M1664K4 です。今回は108回薬剤師国家試験攻略メソッドの108回薬剤師国家試験に合格するための目標設定18実践問題の勉強方法と落とし穴についてお話ししていきたいかなと思います。はい、ということでまず実践問題ですね。実践問題は、薬剤師国家試験の中の必須問題、理論、そして実践ですね。の中の最後の150問ですね。150点満点の実践問題になります。で早速ですね、大きなトピックですね。4つあります。まず1つ目が、何もしないでも4割得点できるということと、2つ目が解き方のテクニックが重要。そして3つ目が得点の狙い目。衛生、薬理、法規、実務。そして、4つ目が合格ラインは7割ということですね。こちらをお話しさせていただきたいかなと思います。まず、1つ目、何もしないでも4割得点できると。で4割って何点なのっていうと、150もあるので、150点中60点が4割になります。何もしないでもっていうところで、基本的に150問中75問が実務の問題になるので、すごく解きやすい問題が多いと。本当を言うと4割じゃなくて5割って言いたかったんですけど、何もしないでもっていうところで、4割かなというところで4割で切りました。基本的に薬学部の学生さんで108回の国家試験をのために勉強している方は5割超えてくるかなというところなんですけどっていうところですね。一応60点は取れますよっていうところで、この後もお話しするんですけど、60点で基本的に誤っている問題を1つ選べとか、2つ選べはもうほとんどないですね。ほとんど。基本的に1つ、薬理とか2つあるか。2つ選べ、間違ってんの1つ選べ、と、あと正解1つ選べかな。という問題ですね。があって、基本的に理論と比べると、優しさランキングで言うと、必須が一番簡単で、次実践で理論という順番になってきますと。それで、基本的には理論よりは簡単な問題が、解きやすい問題が多くあると。ただ欠点としては、連問なんで、一つミスると、次の問題も連問でミスってしまうと。いう恐れがあるっていうところですね。そこが少し怖いところになってきますと。で、基本的に4割得点できるって言ってるんですけど、解き方のテクニックですね。2つ目が重要になってくるんですけど、どんなところっていうと、最初に言った通りに、連問なんで、例えば最初のところ、例えば衛星だとしたら、衛星の連問の最初の問題を解こうとして、解いてったけど分かんなかった。で、次に行って、なんとなく分かったと。正解が分かったとしたら、こっちから前の問題を推測して解いていくと、正解にたどり着くという確率が上がるというところですね。そういったパターンをしていくと、全部が分かんなくても、片方が分かれば、じゃあおのずとこっち答えだよねっていう、そういったところに、導けるので、そういったテクニックですね。が一つ。あとは、完全に間違い、罰にできる語句ですね。言葉遣いとかがあって、すべてとか、あと、絶対にとか、そういったことですね。言い切る言い方に関しては、罰の確率が、ほぼ 100% なんですね。絶対って言い切れないですね。だいたい、答
効能効果とって変わってくるんで、そういったところ、あと絶対ってちょっと医療は言い切れない部分があるので、そこで、まあ、絶対って言葉を使ってくると、あのそれがマルチじゃないよねっていうところがすごく出てきたりするんですね。なのでそういった問題に関して言うと全部罰になると。で、あのほとんどそういう問題は、あの不適切問題とかそういった問題になってくる可能性があるので、まあそういったところですね。あの絶対とか何々でなければならないとか、そういったところですねが来たら大体は罰とつけていくと、どんどんと何もしなくても点数が取れるところからどんどんとテクニックで加算されていくというところですね。あとは、まあ、基本的に半分が実務の問題なんで、実務の問題は簡単なんで、そこで半分取っちゃうと75点取れると。満点取ると、ね、で満点は厳しいと思うから、8割とかにしとくと、64点かな ?64 点で7割目指してほしいっていうところの105点。を目指してほしいんですね。なのであと41点で、75問中41点かな、だとだいたい5割ちょいぐらいかな、6割取らなくていいぐらいになってくるので、でもっと言うと次のことで言うと、特定の狙い目、衛生薬理法規実務というところですね。になってくるので、ここでいかにして、あの、点数を重ねていくかっていうところですね。まあ、特に、法規と薬理は、107回がすごく簡単で、満点取れてしまうような、そんな、あの、難易度でしたね。まあ、逆に言うと、難しくなるかもしれない、108回は。ただ、解きやすいには、あの、変わらないので、知ってるか知らないかで、あの、解けるので。まあ、そういったところですね。押さえておくと、そこの科目を高得点取れば、他の科目が難しかったとして、取れなかったとしても、補えるし、っていうところですね。で、そういったところと、あと合格ラインは7割というところですね。大体、伝えてるのは必須8割、理論5割、実践7割。点取れば、あの、230点かな。確か。もうちょっと計算しますか。の点数になるので、意外と、あの、間違っ、こんだけ間違っても230点になるんで、今の時点の合格ラインは、まあ余裕で超えてくるので、っていうところですね。53と105、230点ですね。なので、まあ、そこを、あの、取りやすいところを確実に取るというところを、あの、意識して点数取っていってくださいというところですね。108回はどうなるかっていうと、まあ、基本的に取りやすい問題は、まあ、確実に取りやすい科目か、まあ、取っておいてほしいんですけど、ただ、107回で薬理と法規が簡単すぎたんで、逆にちょっと難易度上がるのかなというところ。取りやすい科目が難易度上がると、ちょっと、まあ点数取りにくくなってくるんですけど、まあそれは相対評価なんで、取れないところはみんな取れないんで。なので、あの、確実に取れるところを確実に得点していくというところと、あとテクニック等ですね、を駆使してすれば、7割はいけると思うので、で逆に7割105点取って、必須で8割取ると、その時点で177点っていうのか、177点になるんですね。
で、あとは、それの、177点だから、理論50歩以下の50点だったとしても227点。なので、まあ、おそらく、まあ、合格ラインは超えてくるという形になってくるので、まあ、基本的には必須と実践を以下にして、ちゃんと点数を取っていくかっていうところですね。7割と、8割と7割ですね。必須8割、実践7割。そこがポイントですね。で、理論がいかに難しかったとしても、5割以下、50点でも、225点は確実に超えてくる。227点です。なので、合格ラインは基本的に107回までの合格ラインで言うと超えてくると。217とか216だったんで、全然超えてくるので、となってくると、ちゃんと8割と7割を取れば、40点でも合格できると、理論がね。っていうところになってくるので、まあそういったところ意識して勉強していってください。また、まあ勉強方法としては基本的には、慣れっていうのもあるんで、実践って。結構、理論はやりやすいんだけど、実践ちょっとわかんないっていう人結構多くて、結構慣れの部分があるので、実践って。これは×だよねっていうのが、ちゃんと最初の段階で振り分けられると、おのずと、その問題の、正解率が高まっていくので、まあそういったところですね。何回も繰り返しちゃって、あ、ここはこれは×だよねっていうのが分かるぐらいまで、演習を行ってください。そういったところですかね。はい。ということで、今回は108回薬剤師国家試験攻略メソッドの108回薬剤師国家試験に合格するための目標設定、18実践問題の勉強方法と落とし穴についてお話ししてきました。それでは。ご視聴ありがとうございます。薬剤師国家試験攻略メソッドは無償で運営させていただいています。そのため皆様のご協力が必要になってきます。マサ46494の YouTube チャンネル登録、Twitter フォローをよろしくお願いいたします。それではまたお会いいたしましょう。